地元の花火の話をしたんですけど、あ、はい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 、はい、お祭りとしてね花火をやってるところっていっぱいありますけど、はい、お祭りをする人自身が1年かけてその花火を手作りで作って、どこのどういうお祭りでしたっけ名前は。はい、あれはね茨城県の、まあ、今つくばみらい市って言われてる、当時は神町の方にあるものなんですけれど、もともとは日本中にあったお祭りらしいんです。要は戦国時代がどうも終わって、もう戦争にいつでも武士として用意しておかなきゃいけないってことがなくなってきて、平和な時代になって、で普段食べていくためにみんな農民になってるわけ、農家やってるんだけど、何かあった時にやっぱ駆り出されるので、花火というか火薬を作る技術も含めて伝承していかなきゃいけないというところが元々の始まりだったんじゃないかとも言われてるんですけれど。なるほど。うん、でその技術はいろんなところに使われて、花火の技術はなるべく早く敵がやってきたってことを知らせるために伝令みたいな形で、馬が走るよりものろしを上げた方が早かったりするじゃないですか。でのろしを上げるよりもさらに早いのが綱火って言われてる技術なんですけど、要はロケット花火をモノレールみたいな感じで紐にぶら下げてつけて、森の中に林の中に綱が張ってあるんですね。それこそで綱の下になんか滑車みたいなもので、ロケット花火のちょっと巨大なやつがぶら下がってて、ここでピッて火をつけると、プシューって言って、あっという間にヒューって飛んでって、200メートルまで飛ぶわけですよ。シューって。シューって言いながら飛んでって。ああ、で、向こうでカーンってなんか木みたいなところに当たって、まだしばらく燃えてるんですね。後ろでシューシューシューって。そのシューシューシューがまた別の紐にぶら下がってる別のロケット花火に自動的に火をつけて、またプシューって。で、この連続で自分の行きたい方向の行きたい場所に、分散させることも、何個かに分けることもできるし、どんどん活かせることができる。そうやってお知らせを早くね、敵が来たぞみたいなお知らせをするためのものだったらしいんですよ。賢っ。かっこいいよね。これ見ると本当に感動でね。いや、すっげえと思いますよ。もう、林の中を、なんか、ね、ロケット花火がピューって飛んでいくんだけど、まあ、ピューなんて言わなくて、ピューって感じで。そんな。火花上げながら飛んでいく。で、その花火をさらに、いろいろ改良して、まあ、基本的に吹き上げ花火とか、で、さらに打ち上げもできるみたいで、打ち上げ花火も彼ら作ってて、そこそこ大きい、多分このぐらいの玉のやつを作ってる。で、お金を出してくれた、町民の人とか、町でいろんな工事の業者の人さんとかね、会社さんとかがお金出してくださるんで、そしたらその人の名前を、工場とともに、すごくね、いい感じの工場で、次は打ち上げたるは軟弱玉みたいな感じで、はいはい、何々さんが奉納とか言ってドドーンって打ち上がってね、パラ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 って感じで、まあそれ自体は小さな花火なんです。うん、今綱火自体は横に走るのが綱に伝わって走るから綱火なんだけど、でそれが今でもお祭りとして残っているところが茨城県の南の方のつくばみらい市っていうところの高岡神社、高岡愛宕神社と、あともう一つ尾張、愛宕神社、どちらも愛宕神社、火伏せの神なんですけど、要は火事にならないようにお祈りするため の神様なんですけど、あんまり他のところで聞いたことないお祭りで、すごく不思議なお祭りでね、やっぱ今でもやってることがあるみたいで、愛知県の豊川市の方の、なんて言ったかな、スサノオ神社だったかな、豊川スサノオ神社だったと思うんですけど、そこでもほぼ全く同じ形の綱火っていう、でその縄を張ってロケット花火みたいなのがヒューって飛んでいくっていうことをやってらっしゃるのは間違いないみたいで、その綱火っていうもの自体がすごく不思議で、なんて言うんでしょうね、すごく大きな空中に10メートルかける10メートルぐらいのなんか、高さ3メートルか4メートルのところに舞台があるんですね。で、それは紐が張ってあるだけなんですよ。縄がいっぱい張ってある。で、それを舞台の奥の方にある高い台になってるところにいるおじちゃんたちがですね、綱引きのような感じで、12枚たちが綱をいろいろ操りながら、その綱にぶら下がっている舞台の上の、船であるとか人形であるとかを操作して、それで、ある種の劇を見せてくれるんですけど、その劇の中に、花火が仕込まれてる。別に燃えんでもいいんやけど、まあすごい花火が、ひたすら花火が出てるっていうね。
ナイアガラの滝みたいなの代わりに富士山とかがあって、富士山をバックにして、なんか亀が泳いでてね。それちょっと補足しますと、空中に蜘蛛の巣みたいにこう糸を、まあ、張っといて、うん、その糸伝いに、まあ、1メーターぐらいの人形ですかあれね。1メーターぐらい。そうですね。結構、うん、いや、そんぐらいあります。結構大きい人形です。ね、だから、空中人形劇みたいなのが繰り広げられて、うん、そしてそれと同時になぜか花火でブワーっていう演出があると。そうなんですよ。あれなかなかね、あの横で見るとすごい大迫力でね、目の前で見ると。面白いんですよ。それみんな全部手作りなんですね。使われてる花火一つも買ってきたもんなくて、村の人たちがそのお祭りのためだけに1年かけて家の前で作ってはるんですよ。でも勝手に作ったらダメだから、彼らは花火師の、この花火を作るあの資格をちゃんと取って、危険物を扱える倉庫もちゃんと建てて、で、そう、あの、そういう花火を作るための場所っていうのは爆発しても圧力が抜けるように屋根がないような空間みたいなのを作るんですね。そういう特別な壁だけがしっかりしてて、屋根がスカスカのところで花火を作るんですけど、そういうのがお家の前にあるお家が何軒かその村にあって、でそれを見せてくれるんだけど、まあ、すごい面白かったのは、あの、何やったかな、あの桃太郎の鬼退治やったかな、桃太郎がねガーって入っていくわけですよ、犬とか、はい、キジとか連れてね、船に乗って島に行く。で最終的になんかその鬼ヶ島が、こう、なんか爆竹を投げ込まれたような感じになって、ババババって爆発して、うん、で、帰ってくるっていう、ね。北方領土っていう出し物の時はすごく面白くて、あの、伊能忠敬が、まず、ね、あの、日本の地図作った人ですけれど、当時、あの、江戸の商人だった人が55ぐらいで仕事引退して、で、俺は地図を作るんやって言って、あの、北の方に蝦夷地に旅立ったわけですよね。東北行って北海道行って北海道発見して、うん、で北方領土も彼が発見して、それを全部地図に収めて、それで日本の領土ってことになったんですけど、そこら辺までを花火の仕立てになってて、そしたら突然ミグが現れる。突然ミグが現れる。それは、ってこれでいいのかなと思ったら、こっちからなんか自衛隊の戦闘機がまた飛んでくる。で、まあそれは花火にぴったりですわね。あ、まあそうだね。花火になって。で、なんか守ったっていう話になってて、あれが一番面白かったですね。これ。面白い。このお祭りおもろいなって。入り口はその時代劇やと思わせといて。うん。あのね、伊能忠敬さんはもともと茨城県の出身で、っていうのもあってね、地元つながりでそこから行って。町ぐるみになってそんなんしてはるって、なんか、いいですよね。ね。あの、そういう希望のお祭りする神社って、戦後にその氏子制度っていうのがどんどん廃止されていったわけじゃないですか、うん、まあ、つまりその神社って実はその神社があったらその周りの町の人は会費みたいなの取ってたんですよね、氏子のね、うんうんうん、で会費っていうのを取っててその神社を維持するっていうのをやってたんですけど、うんうん、それがその戦後になってどん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 廃止になってって、うんうん、そういうお祭りするにもお金がないと、うん、いうとこがすごく多いんですけど、うん、多分それはその皆さんがそうやって協力してはるからできるんでしょうね。ねえ、学校のクラブ活動でもその津波のね操作の仕方を練習したりとかするみたいでしたし、テレビ番組で取り上げられた時にはそういう風になってたんで、世代をちゃんと超えていけるような仕組みを作ってるんだろうなとは。ああ、そういうことですね、うん。いや、その大きいお祭りやったら、うん、その大きい企業さんがボーンと寄付しあるんで、うん、あのやってはいけるんでしょうけど、そういうちっちゃいとこってね。ちっちゃいとこだとあれね、本当に花火の奉納って言ってもあれ一発5000円とか1万円とかそのぐらいで買うだけで、しかも花火代そのものにしか過ぎないので、そうでしょう、ね、だからってお祭り維持できるわけじゃなくて、あれ完全に村の人たちのもう自分たちのためにやってるお祭りだし、もう皆さんの有志でやってると、うん、うん、お祭りの始まりの時にはあの清めの花火みたいなのをね、なんかこう手筒の花火って言って、なんかこう聖火みたいな感じで上からドラゴンみたいにひたすら吹き上げてるやつを持って街の中を練り歩きながらどんどん神社にやってきて、で最後に神社の社があるじゃないですか、はい、社に向かって思いっきりこう炎をね、ブワーって炎を投げかけるんですよね、吹きかける、
ほどね。はい、うん。みんながその日ばかりは、出ずにですね、男の人たちが花火持って、で、ぐわーっとこう、火の粉吹きながら、周りをね、火をかけて、火で、水の代わりに火で清めるみたいな感じなんで。なんだけど、その度にやっぱり神社が燃えちゃったらしくてですね、明治時代から2、3回確か全焼してるんで、最後に全焼した時に鉄で作るようになって、今のやつは完全に神社なのに、すべてが金属でできているっていう、すごく面白い神社で。その吹き上げ花火みたいなも吹きながら街中を歩けるってすごいですよね。それをやっていいっていうのがすごいですよね。うん。まあ、それはね、村のお祭りですからね。お祭りやからって言うてもね。でもすごく面白い。参加型のね、とても面白いお祭りで。うん、なんか全然こう、商売気がないというかね。出店さえも出ない。片方のやつは出店全く出ない。いや、まあでもその、焚き火と花火は魔性の魅力がありますからね。確かにね。パチパチよね、どちらも。不思議ですよね。ぜひあれ見に行ってほしいな。あれ本当に素敵な祭りだった。